皆さん、こんにちは。鉄道ビジネスカジュアルチャンネルへようこそ。いつもご視聴ありがとうございます。さて、今回は浅野財閥路線の七不思議をお届けします。浅野財閥路線とはどんな路線ですか？新しくできた路線ですか？いいえ、昔からある路線です。以前、浅野財閥が設立、もしくは経営参画した路線なのでこう呼んでおります。具体的にはどこの路線ですか？現在の JR 東日本青梅線、五日市線、南武線、鶴見線です。今日はその歴史の不思議を見ていきましょう。不思議1、複雑な浅野財閥路線の歴史。浅野財閥は、明治時代に浅野総一郎氏が設立した財閥です。財閥とは財界に勢力のある大企業経営者、その一族一門のことを表します。安田財閥からの支援によって、1896年、明治29年に東洋汽船、現日本郵船を設立した後、1920年に浅野造船所、現ジャパンマリンユナイテッドを設立し、造船や鉄鋼業にも進出しました。1908年には鶴見埋立組合、現東亜建設工業を設立し、1913年から横浜市鶴見地区の埋立、浅野埋立を開始しました。埋立地には原材料運搬等に供することを目的に鶴見臨港鉄道、現 JR 鶴見線を開通させました。この地域には浅野セメントのほか、総一郎の女性である白石元次郎氏が設立した日本鋼管、現 JFE ホールディングス、三菱財閥の朝日ガラス、現 AGC などが立地し、京浜工業地帯として発展しました。特にセメントでは原料の石灰石の輸送のため鉄道経営に力を入れ、現青梅線、五日市線、南武線、鶴見線などの礎を築きました。不思議に青梅線の歴史の不思議。青梅線は 37.2km の電化路線で、東京から青梅までは中央線列車が乗り入れております。青梅から奥多摩は運転系統は切り離されていますが、東京アドベンチャーラインという愛称がついております。成り立ちをご説明してください。1880年頃、西多摩の高品質な石灰石の採掘のため、木材業や養蚕業などの地元資産家有志が石灰石の運搬用の鉄道を引こうと考え、最終的には1889年に開業した甲武鉄道、当時は新宿八王子が開業の支線として立川から分岐する計画となりました。しかし当時の新宿はあまり発展しておらず、新宿からさらに神田三崎町まで延伸する計画となり、甲武鉄道がこの支線を建設するのをやめて独自の青梅鉄道が発起されました。立川から日向和田間の免許が1892年に仮交付されました。当初はナローゲージの 762mm 機関で敷設しました。青梅鉄道の建設は甲武鉄道に委託して進められました。青梅園の用地買収が難航したせいで、1894年に立川、青梅が暫定開業しました。当時は拝島、福生、羽村、小作、青梅の5駅しかありませんでした。翌年の1895年に念願の石灰石貨物線として青梅、日向和田が開業しました。石灰石の運搬は順調に進み、収益もかなり上げたようです。また大口顧客は東京に本社にある浅野財閥配下の浅野セメントでした。当時は栃木県葛生を中心に石灰石を採掘しておりましたが、横浜築港や関節鉄道の敷設にセメントの需要が拡大し、青梅鉄道を通して西多摩の石灰石も買い付けるようになりました。蒸気機関車がせっせと石灰石を運搬しておりました。ということは浅野セメントは青梅鉄道のお客さんだったのですね。そうです。その後1906年に甲武鉄道が国有化されて中央本線になり、1907年の青梅鉄道の株主総会で電化と回帰をすることとなります。浅野セメントは青梅近隣に採掘所を設立し、小作、青梅にセメント専用鉄道と連絡する諸岡連絡所を開設しました。1922年廃止。これにより青梅鉄道は潤い、1923年に 1200V で電化され、社名を青梅電気鉄道に変更しました。この時点では浅野財閥配下の浅野証券が8000株強を持っており、青梅電気鉄道の有力株主だったのです。
しかしそんな青梅電気鉄道もピンチを迎えます。世界恐慌での石灰石出荷量の減少や敵の出現です。それが五日市鉄道です。で、五日市線はライバルだったのですね。不思議になぜ青梅線は東青梅、青梅が単線なのか。青梅線は中央線とほぼ互角な立ち位置です。青梅特快も頻繁に運転されております。ただこれを見ると東青梅駅の手前から単線となっております。現在東青梅駅はグリーン車導入のためホームの拡張改良工事を行っていますが、東青梅駅も完全単線となっております。青梅線は東京駅から頻繁に運転されておりますが、なぜ東青梅駅から青梅が単線なのでしょうか。不思議です。はっきり理由は分かりませんが、土地の買収が難しいし、山が迫っているためこの区間を伏線にするのは難しい模様です。この区間が単線のためにダイヤ作成上のボトルネックとなっているようです。そのため東青梅伊東が伏線部分であっても十分に増発できない事情があります。青梅市が JR に伏線化事業の要請を行っていますが、実現のめどは立っていない状態のようです。だから廃寺まで時間調整したり壁行きなどを設定して間引きしているようです。しかし大半は青梅駅なので、この単線はかなりボトルネックとなっております。早く伏線になるといいですね。不思議4、拝島駅の不思議。拝島駅がなぜ路線の決戦点なのになぜ賑やかでないか。拝島駅は八高線、五日市線、青梅線と JR 三線、そして西武拝島線が乗り入れており、パッと見一大ターミナルのように見えますが、駅前はなんか賑やかでありません。いえ、こう言っても強情化されて賑やかになった方です。かつては本当に田舎の駅でした。今では吉野家、ミスタードーナツ、本屋さんと賑やかになりました。しかし西武とは別々の改札ができてしまい、ノーラッチ、無改札乗り換えていけなくなりました。ノーラッチだと不正乗車の温床ですね。はい、それはそうですね。そういう意味では改札口を設けることはいいことです。駅前がひっそりしているのは都市開発が遅れていると思います。さらにこの駅、ちょうど駅舎の半分が昭島市、半分が福生市です。地方自治体が分かれていることもあり、整備が難しいのもあるのではないでしょうか。拝島駅は実はアメリカ横田基地への飛行機燃料の引き込み線もあるのです。ウプ主はこれをたどりました。西武拝島線の続きのような路線ですが、西武拝島線とは平面交差しているようです。しかし途中でゲートが閉まっており、閉ざされております。このような引き込み線も駅前が発展しない理由です。アメリカ軍の基地が近いせいか、近くには外国人、また外国レストランが多いです。上流はこれ川が締めようって、ここにいますよね。鴨がいますね。寒そうですね。遠くにはイトーヨーカ堂があるのですが、駅前からはかなり遠いです。駅前はバスロータリーなども整備されております。また拝島駅からある廃線の道があります。それが五鉄通りです。五鉄通りって何ですか。それは五日市鉄道のことです。五日市鉄道をご説明します。五日市線の前身、五日市鉄道の不思議。
現在の青梅線は拝島と立川の路線もありますね。実はもう一つこの区間にあったのです。これが五日市鉄道の路線です。1925年に拝島、武蔵五日市、そして1930年に五日市鉄道の立川、拝島間が開業しました。青梅電気鉄道と五日市鉄道の連絡ができました。この五日市鉄道、実は拝島駅から今の青梅線とは別の路線で立川まで結んでいました。南部鉄道とも直接結ばれ、石灰石やセメント製品の輸送を行いました。青梅電気鉄道と並行していた五日市鉄道は戦時中に不要不急で休止。競合の青梅電気鉄道は国営化され、青梅電気鉄道とダブっていた立川、拝島も休止。五日市鉄道も拝島、武蔵五日市、武蔵岩井が国有化されました。この拝島、立川の休止区間は戦後廃止となりました。廃線跡もまだ残っており、1963年のレポートによれば、各駅のプラットホームや建物の基礎部分、八高線交差部前後の切り通しなどが残っていましたが、やがて都市化の波が押し寄せ、廃線時期は拡幅され道路となり、周辺は宅地へと変わっていきました。この廃線跡に実際にウプ主が行きました。1991年3月、昭島市の土地開発公社は、市域に残っていた五日市鉄道の廃線跡の敷地を国鉄生産事業団から取得。本格的な再開発に着手し、2000年3月に大神駅跡付近にホーム、レール、台車などのモニュメントを備えた公園が設置されました。五日市鉄道と交差していた八高線の鉄橋、跨線橋は2001、2002年頃までは残っていましたが、撤去され、地下道が作られました。2005年1月1日、昭島市は廃線跡に整備した道路を五鉄通りと命名しました。このように五日市鉄道の立川、拝島間の廃線跡は少し面影が残っております。ところで、五日市鉄道と肝心の浅野財閥とは何の関係があるのですか？そうでしたね、歴史に夢中になって忘れておりました。関係大ありなのです。五日市鉄道が1919年に秋川水力発電によって発起。当初は青梅線の支線を希望しましたが、鉄道省から拝島で分岐するように指示されました。そんな中、浅野セメントは戦術した青梅線沿線の雷電山や日向和田での採掘権を買収しました。しかし、この雷電山の埋蔵量がそれほどなく、やむなく浅野側は代替の採掘場を探すこととなりました。そして多くの村の勝坊山の石灰石の埋蔵量が豊富であることを突き止めました。ただ勝坊山は青梅鉄道から離れており、新たに輸送手段を確保する必要がありました。そこで訴状に挙げられたのが勝坊山、岩井地区、近くに敷設計画中の五日市鉄道でした。五日市鉄道の敷設に関しては、発起人の秋川水力発電を浅野セメントの全面バックアップで開業したのです。青梅電気鉄道を裏切った形ですね。ライバルを新たに作るとは、浅野財閥もしたたかです。南部線快速停車駅の不思議。南部線も元は南部鉄道という私鉄でした。 JR の東京近郊路線は多くが8、10両編成ですが、南部線は6両編成と短いです。また他路線と比較して短い駅間、近年は高架化が進んでいるものの、依然として多い踏切は、いずれも私鉄時代の名残です。南部鉄道は多摩川から多摩砂利を採取して販売、輸送する目的で、川崎の有力者を中心に1921年に設立されました。多摩砂利はセメントと並ぶコンクリートの材料であり、建設需要が旺盛な当時、貴重な資源として取引されました。宿河原駅から川の方へ伸びる妙なカーブの路地は、かつての貨物船の跡です。また登戸では短絡線を通じて小田急の貨物列車も乗り入れていました。しかし、第一次世界大戦の戦後恐慌で資金集めは困難を極め、南部鉄道は設立直後から暗礁に乗り上げてしまいます。これに注目した浅野財閥が1923年に出資して傘下に収め、その意向で多摩川を越えて立川まで路線計画を延長しました。今まで一旦東京へ出ていた石灰石の貨物は南部線開通でショートカットされ便利になりました。1927年に川崎、登戸間が開業し、
1929年12月に全線開通しました。さらに1930年には尻手駅と浜川崎間を結ぶ貨物連絡船、南部支線が開業しました。こうして青梅電気鉄道、五日市鉄道の沿線鉱山で産出された石灰石は、南部線を経由して浅野セメント工場まで一貫輸送が可能になりました。南部鉄道は1940年に五日市鉄道と合併。続いて同系列の鶴見臨港鉄道、青梅電気鉄道、奥多摩電気鉄道、現在の青梅線青梅、奥多摩間、1944年開業も加えて合併し、一大私鉄グループ、関東電鉄を形成する構想を立てました。浅野鉄道構想です。まさに南部鉄道を中心とした浅野財閥路線の構想です。しかし1943年7月に鶴見臨港鉄道が戦時買収されたため、同年9月に残る3社で合併契約を調印しましたが、この3社も翌年4月に買収の対象となり、川崎を起点とする基幹路線はいずれも国有化されることとなりました。こうして浅野財閥路線は幻と終わり、残念な国鉄へ買収され、ボロ電車の宝庫と化し、現在の JR となっております。今では最新の E233 が走行しております。快速停車駅の不思議を教えてください。南部線の快速は1969年に設定されておりました。1時間に1本、川崎、上り戸で101系で運転されており、途中の停車駅は武蔵小杉、武蔵溝の口だけでした。しかし緩急接続は行われず、普通と快速の間隔が空き、社会党などの反対にも相廃止されました。2010年に復活しましたが、武蔵溝の口駅、武蔵新城駅、武蔵中原駅、武蔵小杉駅の武蔵シリーズは全部停車。また鹿島田へ停車し、南部支線の接続駅の尻手駅を通過。不思議ですね。南部支線軽視があらわになりました。4駅連続停車では、武蔵中原駅は F 社のお膝元、鹿島田は H 製作所のお膝元の影響が大きいです。かつて鹿島田駅は横須賀線新川崎駅と近く乗り換え駅となっていました。連絡は行っていない。快速と普通の間隔調整もありますが、不思議な停車駅です。鶴見線駅名由来の不思議。鶴見線はもともと私鉄鶴見臨港鉄道として1924年に設立、国鉄の貨物線浜川崎と接続する形の貨物線として1926年に開業。1930年、鶴見仮駅まで延伸して旅客営業を開始し、1934年に国鉄鶴見駅に乗り入れましたが、太平洋戦争中の1943年に国に買収され国鉄に組み込まれ、現在に至ります。鶴見臨港鉄道を設立したのは浅野財閥の総帥、浅野総一郎氏です。彼は富山出身の実業家で、横浜を拠点に石炭やコークスの取引で財を成し、渋沢栄一氏の知遇を得て、都市の近代化に不可欠なセメントに目をつけ、官業セメント工場の払い下げを受け、浅野セメントを設立します。これを中心としてさまざまな事業に進出し、一代で浅野財閥を築き上げました。彼の業績の一つが鶴見沿岸の埋め立て事業です。欧米の港湾都市では大工場に船が横付け、原料や製品の積み下ろしが迅速に行われているのを目の当たりにし、京浜間に臨海工業都市の建設を決意。1908年に埋め立てを出願しました。地元地権者や漁業権など利害関係者との調整を経て1913年に着工し、1922年に140万坪が造成しました。その間、第一次世界大戦が勃発し、日本の重工業が大きく発展したこと、また翌年の関東大震災で従来の工業地域である城東、現在の江東区の東半分が被害を受けた反面、鶴見の埋め立て地は無事だったことから大企業の工場が進出しました。こうして
自ら作り上げた工業地帯に自らの手で敷いたのが鶴見臨港鉄道でした。浅野氏はまだ地名のない埋め立て地の駅にゆかりの人物の人名を採用しました。浅野駅は言うまでもなく彼自身の名前。鶴見小野駅は地元の大地主小野茂幸氏から、安全駅は浅野財閥を金融面で支援した安田財閥の安田善次郎氏、武蔵白石駅は発起人の一人で日本鋼管の創業者白石元次郎氏、大川駅も発起人の一人で渋沢栄一の娘婿である大川平三郎氏が由来。終点の扇町駅は浅野家の家紋の扇からです。昭和駅も当時の昭和電工の関連会社の昭和肥料から。新芝浦駅、海芝浦駅は東芝の前身の芝浦製作所から。ここで不思議があります。何ですか？ではなぜ鶴見線の弁天橋駅、国道駅はこの部類ではないのですか？知りません。おそらく近くに有力な企業がなかったのでしょうか。弁天橋駅の近くには弁天さんの神社があります。国道駅は国道15号線がまたいでいるので、それにちなんで名付けられました。この国道という発音が何か変です。よく聞くと極道に聞こえます。まあどうでもいいですが、鶴見駅を除く2駅は漏れたのでしょうか。浅野さんに反感を買ったか分かりません。このように浅野財閥が関与した路線は今では JR 東日本の重要な路線となっております。